頑張れよ、俺はここで待っている、ガキの俺。あ、ジャマイカ行った時なんですよ、デビュー当時ぐらいですね。でも結構もがいてましたね。今の人なんてどうなんですか？バラバラなんじゃないですか。ガキの俺、10年前ぐらいに作り上げた成功例をずっと追い求めて止まってる。ガキの俺。まあでも俺を生かしてくれたっつうか、なかったら多分今俺こうやってお話しさせてもらってないだろうし。ガキの俺。あとその湘南風がこんだけかっこいい衣装をたどってきたとか、別にそういうことも絶対言いたくないし、どうしようもない やつらだけど、そんな俺たちでもこういう風になれるんだってことを教えたい。まだガキの俺。ドキュメンタリーなんだからさ、撮れるもんか撮れないって、だからそこを撮ろうよ。